はい、タチャハオ、こんにちは、シャメです。本日はファイナルファンタジー14、解放戦争戦後編第7回配信を撮っていきたいと思います。さて、現在ウルダハにいますが、さあ、七毛陛下のお話の続きです。すまぬな。どうしても長話になってしまう。それだけ奴は、ラウバーンは、わらわにとって大切な存在だったのじゃ。わらわを案じてくれるものならば、それまでも幾人かはいた。特にパパシャンは今でも孫のように世話を焼いてくれておる。だがこと祭りごととなると、この駅士や侍従に過ぎぬ彼らに口を挟むことはできない。サカツ州としての発言権を得たラウバーンは、女王としてのわらわが手にした初めての剣だったのじゃ。操り人形に過ぎぬ我が身から糸を断ち切るためのな。なるほどな。苦労しましたね。どうしようかな。まあでもお金にしよっか。その時で続きのクエスト話を聞いていきましょう。レベル70クエスト、七毛の本気。コロセウムの七毛ウルナモは過去に思いを馳せているようだ。さて、また移動してもよいか。そろそろ王宮内でもわらわの不在が露見していよう。この駅士に見つかる前に行っておきたい場所があるのだ。目的地はアルタネス聖室堂。さあ参ろうぞ。呪術師ビルの近くだったかな。じゃあ現場までワープです。さて、やってまいりました。呪術師ギルドの近くというか、呪術師ギルドのとこでしたね。さあ、七毛様、5年前の第7例祭の折、ラウバーン率いるエオルゼア同盟軍がカルテノ平原で戦っていた時、わらわはここにいた。賢者ウイゾワが行った神おろしの力とすべく、ザル神に祈りを捧げていたのじゃ。その日以来、王宮を抜け出すたびに聖室堂を訪れては、ウルダハの守護神に加護を願いつつ自問自答しておる。わらわは女王としての務めを果たせているのかと。では王とは何か。そなたが数々の戦いの先頭に立ってきたように、危機にあって人々を導く度量こそ王の器であろう。なればこそウルダハが直面する危機から目を背けてはいられまいな。決めたぞ、シャンメイ。アラミゴ奪還がなった今だからこそ、わらわは女王として難民問題に正面から取り組むこととする。すでに一部のアラミゴ難民は故郷への帰還のため動き出していると聞く。わらわとしても彼らアラミゴの民のため、職人養成塾の開設に向けて個人として動いてはいる。だがその成果が出るには時間が必要じゃ。故郷へ帰ろうとする難民にとって、住む場所も糧を得るための職も今すぐにいるもの。これを公費を投じて用意してやるのじゃ。しかし、どこから手をつければよいのかとなると、わらわには見当もつかぬ。どうしたものか。なんと答える。1、サカツ州に助言を求めるべき。2、難民の雇用に詳しい者に助言を求めるべき。3、何も言わない。サカツ州か。ちょっといろんな人がいるから、全体に聞くのはまずいかな。難民の雇用に詳しい者に、まあ、助言を求めてみようか。なるほど。一理あるな。確かサカツ州に名を連ねる豪商、ゴッドベルトは、経営する遊戯場で多数のアラミゴ難民を雇用していたはずじゃ。ところで、そなたはゴッドベルトは知っておるか？あ、
よく存じております。ほう、知り合いであったか。ならば話は早い。連絡を入れゴールド捜査に赴くとしよう。確かウルダハランニングから定期船が出ていたはずじゃな。大丈夫か、そんなに出歩いて怒られないかな僕じゃあとりあえずウルダハランニングかなにワープですかね。さてウルダハランニングまでやってまいりました。ではナナモ陛下に話を。紅葉で飛空艇に乗ることはあっても遊戯場ゴールド捜査に行くのは初めてじゃ。さあさあ参ろうぞ。ちょっとワクワクしてるのでは。じゃあゴールド捜査までワープですかね。行きますか、ゴールド捜査。ウルダハから無料なのはいいよね。てかまあどこからも無料なんだけど、ゴールド捜査。さらにゴールド捜査からウルダハも無料っていうね。他は確か120ゴールドかかるかな。ゴールドじゃないギルだっけ。どちらにいらっしゃる。陛下、陛下。こんな陛下って呼びながら走っていったら怒られそうだね。陛下、大丈夫ですか。ここが夢にまで見たゴールド捜査。なんときらびやかで楽しげな場所なのじゃ。はっ、いや、遊んでいきたいなどとは思っておらぬぞ。ゴッドベルトにはすでに連絡を入れてある。ワンダースクエアのラウンジマンダビルにて待ち合わせする手はずになっているゆえ、さあ行くぞ。はい、じゃあ向かいます。どうだっけここが一番近いかな、ワンダースクエアの西。あれでも1階と2階があるの。あ、そちらに。ナナモさん。待ち合わせのラウンジはここで良いはずじゃ。しばしゴッドベルトの到着を待つとしよう。いやはや、お待たせしてしまい申し訳ございません。とんでもない、急に呼び立てたのはこちらの方じゃ。今日はそなたに相談したいことがあってな。女王陛下に加え我が息子の友人シャンメイ殿もご一緒とあっては駆けつけぬわけにも参りますまい。あ、うん、先日ねお会いしましたんでね、息子さんに。話というのは他でもない。ザナラーンに身を寄せるアラビゴ難民のことじゃ。祖国が解放されたことで彼らの間に帰国の動きが乱れることはそなたも知っておろう。しかし住居と雇用がなければその先には苦しみしかない。わらわは公費を投じることで彼らを救いたい。そのための方策についてそなたの意見を聞きたいのじゃ。冒険者殿を同行させておられるのは中心ではない第三者の意見を求めておられるがゆえ、そう見込んで率直に申し上げます。よろしくない。公費を投じてアラミゴ難民を救うなどもってのほかですぞ。なんじゃと、反対するというのか。反対も反対、大反対ですぞ。難民の帰国には雇用が必要という考え方は正しいと存じます。ですが
公費を投じてウルダハに何の利益がありましょう。利益、利益じゃと？多くのアラミゴ難民を救ってきたそなたを見込んで助言を求めに来たというのに。ナナモ様、どうやら陛下は思い違いをしておられるようです。難民の帰国支援は立派な善行でありましょう。ですがそこに難民とはかわいそうなものだという偏見が見える。一方的に救ってやろうと考えているのではありませんかね。人とは実に怠惰な生き物なのです。無償で助けられ続ければ助けられることに慣れてしまう。ウルダハの民にも貧しき者は売りましょう。その者たちが自国の金で生きながらえるアラミゴ難民を見れば不公平を感じて憎しみすら覚えるでしょうな。新たな対立を生むことなどナナモ様の本意ではありますまい。つまりわらわが考えるべきはアラビゴ難民の支えとなり、なおかつウルダハの民の利益になることなのじゃな。さようです。さすれば見返りを得たウルダハの民も納得し、アラミゴに帰った者たちとも良好な関係が築けるというもの。貴重な意見に感謝するぞ、ゴッドベルト。今一度わらわも支援のあり方を考え直してみよう。コンプリート。これね、海外支援とかも結構似たような問題があるよね。ナナモ様に続きのお話を。レベル70クエスト復帰でナナモ様、ゴールド操作のナナモウルナモは考え直しているようだ。受注ウルダハの利益か。わらわもまだまだ考えが浅かったということじゃな。しかし己の浅はかさを嘆いてはおれぬ。学びを得て前進あるのみじゃ。ところでシャメよ、そなたの知り合いに熟練の商人はおらぬか。利益の上げ方について尋ねるなら商人を置いて他になかろう。ロメダさんかな。ふむ、あ、ハンコクさんね。ふむ、クガネにて東アルテナート商会の番頭に世話になったと。ならばそのハンコクとやらに協力を仰いできてはもらえぬだろうか。さすがにわらわは国外に出るわけにもゆかぬ。手数をかけるが、後ほどウルダハのエーテライトプラザ近くで合流するとしよう。それではな。なるほど、クガネに。クガネに行く前に、いや、まあクガネに行くか。リトルアラビゴにちょっと寄ってきたかったんだよね。で、一回クガネに行ってまたウルダハにって話だったので、じゃあクガネ行った後でウルダハに行って、その後リトルアラミゴにお使いしてきますかね。じゃあクガネまでワープ。さてクガネのアルテナード紹介受付までやってまいりましたよ。ようこそお客様、ウルダハ召喚応接室に入られますか。はい。さあ、ハンコクさん、久しぶり。おお、これはこれはお久しぶりです。今日はどういったご用件で。ナナモ様がアラミゴ難民の帰国支援のため商人の助言を求めておられると。実に興味深い話ですが、シャンメイさん、来るところを間違えてます。あなた方が相談すべきは小物に過ぎない私などではなく、東アルテナード商会の会長ロロリとその人であるべきです。100億ギルの男に勝る商人などいませんからね。
私の方から会長に取り継いでおきますから、暁のザナラーンにおける拠点で交渉するのです。手強い相手ですが、ご武運をお祈りしていますよ。ちょっとね、せっかくクガネ来たんで、ちょっと一個クエストやっておこうか。あの、多分極満身の解放クエだと思うんですが、まあ満身は解放してもいいかな。ここかな。場所あってる。あれ？この辺。あ、いたいた。違法の詩人さん、あの、どっかで会ったことがありますね。いや、僕に声をかけてくれるとは光栄だね。ドマとアラミゴ、両国をめぐる数多の動乱に関わってきた冒険者。君の有名は様々な地で耳にしているよ。僕も時折こうしてクガネに赴いては、東方の地で見聞きしたことを詩にしたためているのさ。そうしたらこの劇場の支配人が僕の詩を気に入ってくれてね。最近ではいくつかの詩を戯曲に仕立て直して上演してもらったりもしてるんだ。ところが客が入ると分かると、今度は新作の発表をせっつかれるようになってね。創作には刺激とひらめきが必要不可欠。僕の詩を待つ人がいてくれるのはとても嬉しいけれど、望まれたからってすぐに生み出せるようなものでは。そうだ、君さえよければ最近の冒険で体験したことを僕に教えてくれないかい。君はアラミゴやドマの動乱に身を投じていたんだろう。風の便りを信じればその活躍は一階の冒険者のそれをはるかにしのぐとか。君の冒険探は間違いなく僕の想像力を刺激してくれるはずさ。新作を待つムジコザの皆のため、詩はこの場で紡ごう。いつでも気軽にここクガネで声をかけてくれたまえ。いや、最近は何か面白い体験をしたりはしていないかい。僕にシーカとして歌わせてもいいと思えるような冒険談があればぜひとも教えてほしいな。じゃあこの3つ話をします。じゃあまずミシン・ダクシュミさんの話をいたしましょう。さて、今日はどんな話を聞かせてくれるのかな。美しい神様がおりました。それはそれは美しかったんですよ。死した娘を復活させるため癒しを司る蛮神ダクシュミにすがった母、そして魂なき人形となった娘か。なんて悲しい話だ。癒しの力によって復活しようとも、魂はすでに肉体の外、失われた魂を思い悲しみに苛まれる心を癒すため、さらに心を捧げる。こちらから頼んで聞き出しておいてなんだが、この話を戯曲にして人々に聞かせるのはやめておくよ。ただ、散った娘の魂に捧げるためにのみ、詩を紡ごう。母が祈るは娘の再生、美神が癒すは娘の体、知事し魂戻ることなし。母が求むは娘の笑顔、美神が示すは偽りの夢、まどろみの中に真実はなし。こんな感じかな。君の悲しい記憶を呼び覚ましてしまったかもしれないね。聞いてくれてありがとう。
シーカをいかに脚色しようとも、一度心に染み込んだ悲しみを消すことはできない。どれだけ夢に浸ろうと、現実は変えられないように。それでも悲しみで生じた傷が癒えるよう願うことはできる。君やカリアナ派の者たちの心に刻まれた悲しみがいつの日か癒されることを僕も願おう。ああ、なるほど。いやでもこれ親の立場からしたらさ、子供先に失うのって自分が死ぬよりきついやな、きっと。子供の方が大事って思っちゃうよね、やっぱ。さあ、この辺のセリフは一緒なのか。じゃあ、合心スサノオの話をする。スサノオさんですね。戦闘が好きな方ですね。おや、新たな話を聞かせてくれるのかい？ありがとう。ラーバナさんと同じ空気がする、スサノオさん。意外と彼らは気が合うのでは。合心スサノオか。うん、いい詩が浮かんできたよ。これを戯曲に作り直して上演するのもいいかもしれないな。クガネに出入りする高人族たちが見に来てくれるかもね。けれどまずは君を最初のお客様とするべきだろう。合心スサノオとの荒ぶる戦いの詩、聞いていってくれたまえ。東の海に伝わる神器、三種揃いて神とならん。豪の神は真剣捧げ、心躍らせ海をも笑らん。西の海より来たる英雄、海に集いて神と対す。勇の人は発見掲げ、心たぎらせ神をも倒さん。さて、スサノオの豪胆さ、荒々しさは表現できていたかな。僕なりの想像を持って脚色を加えてみたのだが、よければ君も当時の激戦を振り返ってみてくれたまえ。なんかね、内藤さんが光ったね、あれは。実際より豪胆さが増してないかって。まあまあ、より驚異的ないでたちに演出した方が観客も喜ぶからね。きっと君の冒険譚は観客たちから拍手喝采を持って迎えられること間違いなしさ。はい、コックスサナオさんが解放されました。大丈夫かなこんなに開けちゃって。通常のコンテンツもちょっとちゃんと把握してないかも。じゃあこのセリフは一緒ですね。では新龍さんの話をしましょう。新龍さんはね、ちゃんと復習したから多分大丈夫だと思う。それでは聞かせてもらえるかい？新龍、神の名をいただく龍か。アラミゴを憂い死んでいった者たちの絶望が具現化した晩神。彼らが望んだガレマール帝国を滅ぼすための力だが、その力は敵将の手に渡り、最大の敵として立ちふさがった。命を懸けた戦いの中でしか他者を感じることができない悲しき男、ゼノス・イエー・ガルバスと共に。男は願わん祖国救う力を、旧敵ほふる力を。人の身を捨て屍と引き換えに、権限せしは神の竜。男は願わん己高める力を、公敵主たる力を。人の身を超え命と引き換えに、融合せしは神の竜。祖国を救うため犠牲を厭わずに、ただ力を求めた男と、他者を理解できず孤高であるがゆえどこまでも力を求めた男。たとえ力を手にしたとて、両者に幸福は訪れるのだろうか。しかし
君はこれからも戦い続けていくのだろう。それならまたこうして話を聞かせてほしい。英雄譚の影に潜む悲しき真実、それを後世に伝えるため僕も歌い続けていきたいんだ。さあ、悟空神龍さんも解放されてしまいましたが、というわけで普段はどんな話を、あ、そうだ、以前君が語ってくれた冒険譚があったろ。そこから得た刺激をもとに作った戯曲がムジコ座で大好評でね、お客様の笑顔は我々創作者にとっては活力の源だよ。なるほど。というわけで、あとは黒金城、これとも違うコンテンツかな。それで次回はウルダハに戻ってナナモ様とかに話をするところからかな。いや、その前にあれか、ドロイトさんと話し合わねばなりませんね。というわけで次回はウルダハからスタートしたいと思います。では失礼します。